阪神タイガース、大山祐介です。超かわいいっすよ。後輩たちが真似してもいいような行動、姿勢っていうところを意識してやるようになりましたね。いや、もう野球に対する姿勢じゃないですかね。全力疾走を抜かないですし、すべてはこう大山さんっていう存在が4番にいたことでチームが成り立ってたかなと思いますね。打った打たないでもいつも通りのように接してくれるので、まあ、そこは一人だったらこう家にいても引きずる性格だったのであれですけど、まあ、でも今は結構変わってきてるのかなと思います。まあ、猫が、はい、います。ラテとミミです。一緒に生活するだけで、まあ、いい意味でこう野球を忘れられる。お味噌汁が一番好きですね。まあ、さつまいもとかおかわりしてもらいますし、逆に量が少なかったらちょっと寂しい。信頼されることかなと思いますね。まあ、結果が一番っていうのはありますけど、まあ、それプラス、まあ、普段の姿勢、何気ない瞬間でも隙を見せない、そういったところが大事だと思っているので、でも連覇っていう、目標が僕だけではなくてチームとしてもあると思うので、それに向けてしっかり頑張っていきたいと思います。